水粘土で銅像を作る東京の大人の女性をモデルに。彫刻といえば石、木、金属などの素材が馴染みが深いですが、粘土で作る彫塑も肩を並べる歴史があります。粘土は自由に形を変えられることと手軽に始められる点が魅力です。モデルさんに直接会うのが難しいときは、メディアを通して気になった人物を作ってみましょう。人物像を安定させて作るには、芯となる素材が必要です。水粘土は水分の加減で粘り具合が変わります。はじめは柔らかすぎない粘土でしっかりとつけていきましょう。早い段階からデッサンで比率を想定できているとスムーズに進みます。芯材の位置を認識し、常に中央に向かって粘土をつけていきます。頭と胴体のつき方、角度を注意深く見てみましょう。自然な姿勢であれば、芯材は鎖骨の前の部分と耳の穴の付近を通過していくことになります。大方の粘土がついてくれば、徐々に正面と側面を認識していきます。スクリーンショットで横のシルエットを合わせていくと良いでしょう。後ろはボリュームを見落としがちなので注意です。表現が終わるところ、切り口を決めておきましょう。デッサンのように構造線を引いて位置を検討したりして、客観的に形を見るために工夫していくと良いです。目や口などのパーツのへこんだ部分に検討をつけています。へこんだ位置は骨に触れるので、内側から捉えていくことができます。側面と正面の間に走る斜めの面を発見していきます。目、口、鼻は分かりやすいラインを描く前に、立体的な膨らみがあることを意識します。自分で理解するために、あえて丁寧に面を作っています。頭の形を作ったら、髪も含めたボリュームも見ていきます。髪は見た通りにボリュームを盛ると重たく感じることがあります。柔らかい髪の感じを粘土で表現するためには、
多少ボリュームを減らしたりしてそれらしく見える量を探っていくことになります。後頭部、髪のボリュームの上にも斜めの面があると想定し、形を抑えることで髪の奥の骨格の形を表現できます。年配のモデルは皮のたるみがあるので、顎のラインは直線的に見えない場合がありますが、必ずへこんだところなど、要所に骨のラインが推測できるポイントがあるので、見つけていきましょう。パーツが具体的になれば、今一度左右の対称性や比率を確認です。毛の分かれ目は頭蓋骨の形を覆える貴重なところです。化粧によって生じる目の周りの黒さを単色で表現するために、影を生じさせて雰囲気を出そうと試みています。その他にも形によって現れる微妙な影の具合を調整し、モデルの雰囲気を追求していきます。一筋縄にはいきませんが、試行錯誤し追求を重ねます。